はい、皆さんこんにちは、麦猫です。今日はね、家族旅行に、伊豆の方をね、回る予定で、旅をしております。で、ここをね、イベント会場として一つ、立ち寄ったのですが、青いサンプルというね、静岡県焼津市にある食品のね、オブジェというかサンプルをね、ローで作っているというこの会社です。で、体験でね、実はこういったね、綺麗な可愛いね、こういうケーキとかお菓子とか、なんだこれ、キンメとかね、なんかね、マグロの頭とか開きとか、たこ焼きとか、バーガーとか、チャーハンの反り立つチャーハンとかね、そういったものを作ってるところですが、私たちにも、簡単なものであれば作らせてくれるよというね、そういったイベントを行っている会社になります。で、詳細はね、後ほどまた最後に載せていきたいなと思うんですが、見てくださいよ、この細かな芸というか、非常に美味しそうですがね、これ一つ一つが、子供の、爪ぐらいのね、大きさのものばかりでございます。これをね、組み合わせて、パフェとかね、そういった非常に大人も子供も大好きというような、そういうね、スイーツを今から作ってまいりますね。リンゴとか、あれなんですか、のいちごのようなね、あとこれはアポロチョコですか、ね、こういうふうにいろいろと精巧に作るメロンね、精巧に作られたサンプルがたくさんあります。で、一つのパフェを作るのに10個のね、こういうちっちゃいアイテムを使うことができますね。どういうふうに作るかはおいおいと見ていただければと思いますね。なかなかうまそうにできます。はい、俊平君もうバンバンできてるやん。チョコレートやからいいよ。
やば。おう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、次このでかいやつ。私、麦猫57歳でございます。子供がね、8歳と6歳、9歳かな ?9 歳と6歳ですね。小学校3年生と年長さんの2人の子供をイクメンしております。はい。毎日、毎日、小学校のお迎えと、保育園のね送り迎えも頑張ってしておる次第でございます。まあね、この年になって子供がねできるっていうのはね、これはね、まあ後先考えずやったなっていう感じで世間様は思うんでしょうけれどもね、とんでもございません。もう本当にね楽しいです。はい、まあね、本来私の年齢になってくると孫ができるという感じなんですがね、うん、現にお、そらくね私にも孫がいてるんじゃないかなというふうには思うんですが、まあ、前妻との、ね、間のね、子供はもう30を超えてますんでね、うん、ただこのね孫っていうのと我が子というのとでは責任のね所在が、責任の取り方がこう全く違うわけでね、ダイレクトに私の子供ということであればもうね、これはね、うん、もう過去いろんなことをやり尽くして今に至って子供ができてると、もうこれはね強いっすよ。でなおかつ子供にはねいろんなことを教えてあげる、もうダイレクトに、もうじいちゃんとかいうそういう立場ではなくてね、ダイレクトに教えてあげる、これはね楽しいですね、うん、まあ動画もこのようにしてアップしながらイクメンしておりますので、どうか皆様温かく見守っていただきますようによろしく、ご自愛のほどよろしくお願いをいたします。はい、で今作ってますこの何これ、バナナね、これ全部ねとりあえず一旦白い紙のところにね、瞬間接着剤をこう出しましてね、でそれを、まあ、ピンセットでつまんだこういったミニチュアにピチョピチョっとこうつけて、でそれをペトリとペトリと、うん、ただねこれは設置面積がやっぱりどうしても小さいんでね、なかなか思うようにつかないですね、うん、でとりあえずは仮止めをここでしています。で最終的にはここの青いサンプルのね、でお仕事されてる方のせがね、まあ、先生としていらっしゃるわけですけれども、この方が細いね、先の細い瞬間接着剤で周りを固めてくださると、で完成するという感じでございますね。まあこれ楽しくね、結構ねこれね楽しい、やみつきになるまあまあね、ぜひ興味のある方はご参加いただければと思います。焼津ですね。はい。
とあのおにぎりをね、おにぎりのキーホルダーを買おうと思ってるんですけど、あれあのよくね白じゃないですか、おにぎり白ですね、毛垢でどんどん黒くなっていくんですよねで、あの洗剤とかで洗うんですけど取れないんですよ。なんかいい方法あ、よく洗剤で洗うってことなんですね。あ、そうなんです、合ってますか。合ってます、合ってます。白はでもね、それでもなかなか戻らないんですよ。漂白剤つけると、でも糊の部分で色落ちたのかな。うちは糊はあの同じ素材でできてるので、時間がかかるかもしれない。もしお酢になったら行ったんですけど、スパイで5分くらいオーブンで、こう、チームを冷ます。エビ、エビ、海苔に色かくるよ。はい、いかがだったでしょうか。うん、あのお手軽にね、ちょっとした面白い好奇心を満足させてくれる、ね、子供なんかね非常に喜びますね。うん、あの食品サンプル自体、ね、私らはよくあのデパートとかね百貨店とかのレストランとか食堂でよく見かけたんですが、最近あまりないのかな。ね、写真とかね、そういったものはあるんでしょうけど、あまり食品サンプルってね、見かけませんよね。まあそういう意味じゃすごく新鮮に、ね、いい感じじゃないでしょうか。はい。娘なんかね、言うてましたね。美味しそう。お昼はエビにするとかね、言ってましたね。はい。ということで、グッドボタン、チャンネル登録と、よろしくお願いします。今後とも、頑張ります。よろしくお願いします。